アスナ、どうしたんだそんなに慌てて。大変だよ。ねえ、さっき10個目の絆の溶卵をセットしたんだよね。そうだけど、何かやばかったのか。違うの。ついさっきこの手記が光ったかと思うと。なんだって。絆の溶卵をすべて納めし後、今一度儀式の前二人で挑め。叱るの地、最も思いを交わした二人で祝福を述べよって。本当だ。まるで新しい本みたいに文字が浮かび上がってる。ねえ、儀式の間では何かあったの？いや、何も。最初にアスナと挑んだ時と同じ状況だった。つまり、誰か一人を選んで、最後にもう一度儀式の間で祝福を言わなきゃいけないのか。どうするの、キリト君。ここでやめるわけにはいかないし、もう一度誰かと一緒にダンジョン行くしかなさそうだな。わかったわ。キリト君とダンジョンに行ったみんなにも私から話しておくよ。助かるよ、アスナ。最後の儀式か。儀式をするだけで済めばいいけど。見たところ何の変化もなさそうだけど、どうも嫌な予感がするな。ん？ボス前に直行できる魔法陣が光ってるな。どう？キリト君。どうやらこの魔法陣を使ってボスのところへ行くしかなさそうだ。そうなんだ。きっと何かあるね。だろうな。アスナ、最後まで付き合ってくれるか。影帽子。おそらくこの迷宮自体がベクタシンが倒されると発動するクエストなんだろう。そしてラスの想定では、ベクタシンが倒された後も実験が続けられるようにこの試練を用意したのかもしれないな。やっぱり戦うしかなさそうだね。行くぞアスナ。任せて。Yeah!
またもう一度この衣装に着替えるとはな。装置が光ってるな。ここで四季句を読み上げるのか。キリト君。アスナ。ああ、そうか。アスナも着替えるんだったな。もう一度、キリト君の前で着れるなんて嬉しいな。そっか。それで最後の四季句を読み上げる必要があるんだよな。そうだよ。私、手記を持ってきたから、これを一緒に読み上げようよ。じゃあ、また私から四季句を読み上げるから、キリト君、後に続いてね。わかった。頼むよ。私は彼キリト君と共に苦難を乗り越えここまでたどり着けました。次はキリト君の番。名前のところは言い換えてね。ああ今俺は彼女アスナと共に苦難を乗り越えてここまでたどり着けました。私は今後辛い時も穏やかな時も生涯キリト君と共に支え合っていきます。俺は今後、辛い時も、穏やかな時も、生涯、アスナと共に支え合っていきます。いつか、この荒れた大地に、緑が芽吹く、その日まで。いつか、この荒れた大地に、緑が芽吹く、その日まで。十組の中から代表して、私、アスナが。十組の中から代表して、俺、キリトが。最後は、二人で同時に誓いますって。誓います。あ
この衣装、俺のものになったのか。やっぱりその服似合ってるね、キリト君。ありがとう、アスナ。照れるけどな。これで本当に終わりかな。うん。本当にお疲れ様でした、キリト君。アスナの方こそ、お疲れ様。これで、この世界が変わっていくんだね。そうだな、きっと。いや、間違いなく。うん。二人で儀式をやり遂げて数日後、ダークテリトリーの各地で、草原や泉が生まれたといった報告が複数上がってきた。最後の儀式を終えたことで、どうやら大量のリソースがダークテリトリーの大地へと還元されたんだろう。これで、さらに多くの緑や自然が芽吹けば、きっと争い事も少なくなる。そう願っている。